カッパケリス・オークライは、中世代白亜紀前期に生息していたカメ類の生物である。俗名のキャピシェイリズ・カッパケリスは、日本語のカッパとギリシア語のケルスを組み合わせたもので、カッパガメを意味する。種商名のオークライ・オークライは、化石発見者のオークラ、マサトシにちなみ、愛は、人名につけられる、設備語である。 1994年12月に石川県白山市、桑島の大原下に付近の手っ取り群赤い和草を調査中に化石が発見された。手っ取り群の中で赤い和草より貝の地層からは原始的なカメ類しか発見されていなかったが赤い和草より上位の地層からは神聖のスッポン化が確認されていた。 早稲田大学国際教養学部教授の平山、蓮によって調査、研究が行われ、すっぽん化に極めて近縁であるが、より祖先的な親族新種のカメ類であることが明らかとなった。発見された2辺の化石はいずれも甲羅の一部で大きさ約1から3センチメートルであった。甲羅の表面にはすっぽんに特有の虫食い状の彫刻が発達しており、 一般的な亀の特徴である鱗の痕跡が、甲羅の表面に見られず、甲羅の縁にはすっぽんにはない、円板という硬い部分があった。全長は、推定約15センチメートルで、小川などにいたと見られる。遊泳力に優れ、首が非常に長く、噛む力が強いなどの特徴があったと考えられている。カッパケリスオークライが発見されるまで、 福井県勝山市とウズベキスタンで発見された1億1000万年前の化石が世界最古のスッポンと考えられてきたが、いずれもカッパケリスオークライに見られるような亀の特徴はなかったため、スッポン化は1億1000万年ほど前のアジアに突然出現したとされてきた。しかしカッパケリスオークライの発見によって、スッポン化の起源が少なくとも2000万年ほど遡ることになった。 カッパケリスオークライは、鱗がないことや甲羅表面の彫刻が強いという点では、すっぽん化だが、すっぽんにはない縁板が残っていたため、通常の亀からすっぽん化が分かれた頃の中間的な種だと考えられている。ABCDEFGHIJ、白酸市酸質新種亀類化石について、白酸六分質教育科、白酸市 2012年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年8月24日閲覧世界最古のスッポン化石を発見国際学術院平山蓮教授が鑑定早稲田大学2013年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年8月24日閲覧 AB 世界最古のスッポンの化石が発見から カッパケリスオークライト命名。マイナビニュース。マイナビ。2017年6月8日閲覧。ABCD。世界最古のスッポンでした石川で。発見の化石日展。朝日ドットコム。朝日新聞。2012年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月24日閲覧。世界最古のスッポン。白山。詳島で。 発見の化石。北国新聞。2013年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月25日閲覧。ありがとうございます。